皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校1年生の国語化、根拠を明確にして書こう意見文1時間目の内容です。教科書は109ページを開けてください。それとワークシートの ① 1と書かれたものを準備してください。皆さんは今までに 自分の考えを文章として書くという経験をどこかしらの場面でしてきたのではないかと思います。今回の単元はただなんとなく文章を書くのではなく目標を意識して書くことで皆さんの能力を伸ばしたいと考えています。今回意識する目標は単元の名前にもなっている根拠を明確にして書くということです。意見文というものはそれを読んだ人に 自分の意見を納得してもらうために書きますこのどれほど相手を納得させる力があるかというものが説得力と呼ばれますこの説得力は意見の根拠が明確であればあるほど強くなりますこの単元を通して説得力のある意見文を書く力を身につけていきましょうでは教科書の110ページを開けてください今回はまず 物語に入れる差し絵についての問題を例にして意見文を書いてみましょう教科書110ページ右上の問題を見てくださいイソップ物語の中にオイタライオンとキツネという物語がありますこの物語に差し絵を入れるとしたら2つのうちどちらが良いかという問題です教科書110ページの右下に 物語の本文があります画面にも同様の文章を写しましたはじめにこの,物語をこの物語を丁寧に読んで内容を確認してください今から一旦この動画を一時停止して内容を確認できたと思ったらまた再生してくださいではどうぞ読み終わりましたか 読み終えたら、問題に入っていこうと思います。教科書110ページ左下の2つの冊子絵を見てください。A と B、2つの冊子絵のうち、あなたはどちらが物語の内容にふさわしいと考えますかどちらでも変わらないのではないかと感じる人もいるかもしれません。しかし、この後学習しますが、 どちらを選ぶかによって読者の印象が大きく変わりますワークシートの問題の部分を見てください今の時点であなたは A と B のどちらを入れるのが良いと思いましたか判断する材料が判断する判断する材料が少ないのでまだなんとなくこっちの方がいいのかなというくらいの状態かもしれませんがそのなんとなくを この単元の学習を通して明確な言葉にしていきましょうね。差し絵を確認したら、ワークシートの課題 ① を見てください。意見文を書くにあたって、難しく考えすぎず、一つ一つ段階を踏んで進めていきましょう。まずは差し絵 A と B を見比べて、共通点と相違点を見つけましょう。 同じ部分と違う部分ですね。自分が気づいたことをワークシートに書き出してください。考えて書き出す時間の目安として15分と画面には出ていますが、前後しても構いません。では動画を一時停止して書き終えたら再生をしてください。どうぞ。 書き終わりましたが、具体的に書くことが先の活動の助けになります。教師のまとめと書きましたが、今から挙げるのはあくまで参考例であって、こう書か,かねばならないというものではありません。私の方で挙げた共通点は画面に出ている3つです。どちらの挿絵も物語の後半部分を描いているということから、 後半部分が特に重要であると読み取ってもらいたいでしょうか相違点の方が共通点より多くなるかと思われます自分では気づくことのできなかった相違点があれば差し絵を見て確認してみてくださいまたこの段階で気づいた A ・ B の差し絵の特徴は後々意見の根拠を書いていく上で重要になってくるので 今後の活動で行き詰まってしまったら、この画面を見返してみてください。では、次の課題です。物語における挿絵の役割について考えてみてください。文章に挿絵が加わることで生まれる効果というものがあります。今までの読書の経験を思い出しながら、ワークシートの課題 ② に書き出してみてください。 目安として10分ほど時間を取ります。ここで一旦動画を一時停止して書き終わったらまた再生してください。どうぞ。書き終わりましたか差し合いが存在する理由について考えたことが初めてだという人もいるかもしれませんね。こちらも 私の方でいくつか参考例を挙げてみました挿絵があることでメリットもデメリットも生まれますがここでは主にメリットへ目を向けています特に物語の重要部分を絵にすることで印象を強くする役割は大きいかと思われます今回の動画で挿絵の特徴や役割について考えてもらったのは感覚で意見を述べるのではなく はっきりとした根拠を持って書いてもらうための前準備です。次の動画でより明確に意見と根拠を決めていきます。1時間目の内容はここまでです。振り返りの欄にはこの動画で新しく分かったことや分からなかったこと、疑問点があれば書いてください。それでは茨城オンラインスタディ中学1年生の国語科 根拠を明確にして書こう。意見文1時間目を終わりにします。お疲れ様でした。